小田原市のね、青松バイパスの下に謎の場所があるんですけども、小田原では観測史上最多雨量の24時間雨量を記録したらしいんだけども、どうなんだろうと思ったんだけども、なんか何も変わってないんじゃない、というか前の台風19号の方がすごかったんじゃないですか。というかなんか家普通に家が新しくなってるというか、まあ外側が前に比べてリフォームされてる感じがするし、ここにも家があったんだけど、ここは昔水に浸かったらしいんですよね。というか、うん、そんなに水浸かった感じないですね、これ。なんか今回余裕じゃないですか、なんですか、全然余裕じゃないですかこれ。まああんまりそういうね、そういう変なことを期待しちゃダメなんだけども、あ、やっぱこれ早川っていうぐらいだからやっぱ一気に水が下るんだね。相変わらずなんか自動販売機もあるし、なんだ全然変わってないじゃないですか。そうだからやっぱそれなりにここってね安全な場所なんですよ、多分見かけによらず。だからこうやってずっと残ってるんだなっていうのは、あ、なるほど、そういうことか。というかさ、家が増えてるし、前はもうちょっとこう中ね行けたような気がする。まあこの辺の廃墟は昔からあるやつだけど、だいぶ前にもね、2018年にここ来たんだけども、まあそこで聞いてみてもね、結局ここ起源というのはよくわかんないんですよね。もともとなんかの工事とかあってその半場だったって言うんだけども、朝鮮部落だっていう説もあるんだけども、どうもあの在日韓国人会館は、韓国人会館たまたま近くにあるっていうだけで、ここが朝鮮部落っていうわけではないそうなんですよね、どうも。いや、もう昔はそうだったのかもしれないけども、少なくとも今あのここはなんか結構人も入れ替わってるし、わけわかんないっていう風に住んでる人自体も言ってるので、ここになんかね、なんか私有地、なんか市の土地だから入るなみたいな前は書いてあったんだけど、今なくなってますね、それ。これ。いや。で、こっち行くと、あの、韓国人会館のところに抜けるんですよね。なんだ、何も変わってないんですね。変わってないっていうか、むしろ、なんかまた家がちょっと、ね、外側だけだけども、新しくなってたりするし、相変わらずでした。なんかちょっとここどうなってるか知りたい人が多かったみたいなので、ちょっとまあ見てまいりました。もうあそこに民団の支部があるから、いわゆる朝鮮部落じゃないかっていうことは、まあ憶測としてよく言われてるんだけども、さっきね民団の子に聞いてみたらね、いや関係ないよって言ってました。まあそもそもね、あそこの、あの民団の支部自体がもともと別のところにあって、後であそこに移ってきたそうなんですよ。で、あそこの河川敷の人とは全然別に交流なとかなくて、たまたまあそこに民団のビルがあるっていうだけで全然関係ないっていうんですよ。じゃあやっぱりね、やっぱ地元の人が言ってたけど、やっぱ前に聞いたんだけど、飯場があって、でそこでまあ人が何かしらの経緯で住むようになって、でまあ、どんどんそれも昔の人が亡くなったりして、住んでる人がいろんな経緯に入れ替わったりして、まあ結局誰も大元の経緯を知らないという、多分僕その説が正しいんじゃないかなっていうところだと思います。でも今も残って全然、今回はね全然なんともないです。前の台風の時は多少ちょっとやばかったっていうのはあるんだけども、まあ今回は何ともないですね。だから案外やっぱそこはね、あれ、ああ見えて結構安全な場所ということのようです。